はい、ミンゴルファー木村です。今日は7月の31日、7月最後ですね。さあ、現状こんな状況です。6回やっていまして、トータル16アンダーですね。9万ボーナスポイント手前というところでございます。さあ、2回ね、やっていきたいと思います。チケット2枚やりましたんでね。さあ、皆さんどんな感じでしょうかね。まあ、今週は難しくありませんのでね。まあ、チップをどんだけ取れてるかっていうところだと思うんですけどね。さあ、同じようにやっていきます。霊峰で狙っていって、ブレの確認ですね。さあ、どうでしょう。右に 1.ちょいちょい、2メーターぐらいかな。右に 1.5 ぐらいですかね。はい、ブレているということです。さあ、残り2メーターです。おー、危ない。はい、最初のホールイーグルです。画面のね、左にはね、現状のフレンドさんの MGC のね、ランキング状況を流そうと思うんですけど、今のところ、100位以内にね、入れそうな、我がチーム雪村のね、メンバーが8名ほど今のところ見えますね。まあ、もうちょっとで100位以内という方もね、見えますんでね、まあ、大変かと思いますけども、頑張ってね、入っていただけると嬉しいな、というふうに思います。さあ、セカンドホールです。同じく霊峰、じゃない、祝砲で、ここはね、飛ばすだけ飛ばしていきます。まあ、フォローの風に乗せてね、超パワーで打っていくっていうのも手かと思いますけどね。まあ、どっちにしても祝砲を2回使い切れないんでね、今のところで使っていっております。さあ、霊峰で、ここもね、決してチップインはね、狙えないわけじゃないと思うんですけど、なかなかこのセカンドのね、ブレをね、確認できない状態で打っていくんでね、難しいんですよね。意外とセカンドのブレも、右に左にね、いろいろとブレますんで、なかなかね、チップが取っていけないです。こちらもね、しっかりと入れることができまして、最後のホールでチップを狙うという風なやり方です。このグランドチャンピオンシップ、MGC をね、ファイナルステージが行われている期間中は、どんな感じで私たちはね、見れるんですかね。今のランキングとかが見えるのか、それとも、ファイナルステージにね、残った100名しかランキング状況は見れないのか、ちょっとね、なってみなきゃわからないんですけども、ファイナルステージの期間もね、ちょっと楽しみにしたいなと思いますけどもね。まあ、それよりもこの MGC の周期ですよね。これが、一ヶ月に一遍やっていくのか、半年に一遍なのかとか、まあ、どんな周期でやるのかね、早く知りたいなと思うところですけども。さあ、最後のホールです。右にブレてましたね。左に、どうでしょうかね。1メーターぐらいずらしまして、9番アイアンで打っていきます。さあ、ジャストインパクト、はい、しました。さあ、手応えはあります。どうでしょう。どうでしょう。ダメですね。今のはね。まぁ、ちょっと力的にも届いてなかったっていうのもあるんですけど、ブレの計算を誤っておりましたね。はい、本日最初のトライは、5アンダーということです。一回だけね、4アンダーという時があったんですけど、それはこの最後のホールでミスってしまったんですよね。パッドでミスりました。まぁ、皆さんしっかりとね、5アンダー、今回の皆さんも取れてっておりますしね。5アンダー取るのはまあそう難しくない。6アンダーを何回取れるかというのが今週のランキングトーナメントなんでね。2回取ればなんとなく1000以内には入ってきるような気がするんですけどね。トータル9万ボーナスポイントというのもね、一つの私の中では目標にしていますんで、今の状況ですと3万ボーナスポイントまでいかなさそうなんでね。もう少しやっぱりしっかりとニアピンやベストドライブね、取っていかないと、一回のプレイで3万ボーナスポイント以上っていうのはね、なかなか出せないという状況なんですよね。はい、2つ取れまして、どうでしょう。そうですね、2万8000超えたところなんで、1位の、ホールボーナスが入ったとしても、1位のボーナスが入ったとしても、はい、お疲れちゃんです。29,153 ということです。3番目に入りますね。はい、ゾロ目の1111ということです。さあ、もう一枚チケットありますね。やっていきたいと思います。お、ズンさんと、遭遇しました。フレンドのね、ズンさんと負けられない戦い、やっていきたいと思います。ズンさんとはちょくちょくね、遭遇しますよね。さあ、霊峰でいきます。さあ、負けられませんよ。お、ほとんどブレないですね。す
少し左なのかなっていう感じしましたが、どうでしょう。どうでしょうかね。少し右なんですかね。まあ、結果的には少し右ブレということなんですけど、バウンドしてからちょっとね、ずれたかもしれませんので、なんとも言いませんが、ほとんどブレはない感じでしたね。はい、最初のホール、イーグルスタートです。あ、今、ズンさん入りましたね。さあ、負けられないですよ。はい、よろしくです。まあ、最初、霊砲を使っていきましたんでね、私の方がボーナスポイントは今のところ高いですけども、そのうちね、抜かされてってしまうんでね、セカンドショットのね、精度。次のホールのセカンドショットの精度ですよね。それが重要じゃないかなと思います。すごい方いるな。課金100万、借金地獄という方がいますね。もう課金100万円したということでしょうかね。いやー。してる方はしてるでしょうね。今回500円のね、あの MGC のチケット。100枚買ったら5万円ってことですよね。さあ。負けられない戦いなんでね、もうしっかりとね、狙っていきたいと思います。ちょいつま先上がり。さあ、セカンドショットのブレがなければ、押し出しにした。どうなんですかね、左ブレなのか傾きが読み切れてなかったのか。そうですね。やっぱ1メーター以内に寄せないと、ボーナスポイントは伸びない。ですね。さあ。これは余裕ですね。はい。セカンドホールも、順調にイーグルです。さあ、最後のホールでね、まあ、今回ほとんどブレがありませんのでね、ホールインワン。しっかりとやっていきたいと思います。さあ、ズンさんが、おっと!ズンさん消えましたね、今。落ちてしまったのかな。そうですね。今、セカンドが今、あそこの場所にあった状態なので、特に多く打ってるわけでもないですよね。落ちてしまったのか、あ、終わってますね。終わっておりましたね。まあ、なんかの、バグなのか、何かの演出なのか、ちょっとよくわかりませんが。はい、ズンさんも今のところ4アンダーということですが、ボーナスポイントで今のところね、私が上回っている状態です。今週はね、木、金、土、日、明日からね、ちょいとね、仕事って、ずっと出っ放しになってしまうんでね、YouTube のアップも間違いなくできないということで、今週はこれが最後のね、アップになると思います。まあ、次はね、週明けの月曜日にアップということになると思いますんでね、楽しみにされている方は申し訳ございませんが、来週までね、アップはできませんのでよろしくお願いします。さあ、最後のホールです。狙っていきます。ブレはね、多分ちょい右だと思うんですが、どうかわかりませんが、そのまままっすぐでね、狙ってきます。あとは、よし、ジャスインした。さあ、ジャスインしましたんで、どこに落ちる?どうだ?入る!あー、強い!ほんの少し強かったです。もうちょい弱めだったら、ひょっとしたらというところでございました。はい、ということで2回目のトライも5アンダーです。もうちょいですね。お、ズンさんももう終わっておりますね。さあ、ボーナスポイント今のところ800ぐらい私のがね、ですね。お疲れ様です。さあ、結果どうでしょう。お、ホールボーナス2つ取れましたんで、よっぽどボーナスポイントでは、はい、勝利することができました。ズンさんお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、ボーナスポイントどうでしょうかね。29,000。はい、お疲れちゃんです。29,171。3番目に入りますね。はい、いまして、順位に、1位は上昇ということで、1110ということです。まあ、とにかくワンチップね、なんとか間を見てね、今週やっていきたいと思いますけどね。ワンチップ取れたら1000以内。まあ、取れなかったら、まあ、1000台のどっかかなっていうような感じですね。まあ、まだね、週の半ばなんでね。引き続きね、トライをしていきたいと思います。皆さんも楽しんでね、今週1週間やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきまでした。